容師の浜田です。いつもご視聴ありがとうございます。以前エステティシャンのホームケア方法というので入浴についてお話ししたと思うんですけれども、今日はいつもしてるマッサージ方法をお伝えしたいと思います。今の寒くなってきた時期だったら結構皆さんむくみを気にされてたりすると思うので、いつも私もすごくむくみやすいので、家でどういうマッサージをしてるのか、どういうものを使ってるのかというのをご紹介したいと思うんですけれども、もう一つ、いつもリンパマッサージをサロンで受けてるお客様って多いと思うんですけれども、リンパマッサージ1回でどれくらい変化があるのかっていう質問もよくいただくので、なかなかサロンで受けてるようなリンパマッサージって家でするのは難しいと思うんですけれども、これ家でなかなかできないわっていう言葉もよくいただくんですけれども、どれくらい違うかっていうのを今日は姉をちょっとモデルにしてどれくらい変化があるかっていうのを見ていただきたいと思います。こんな感じでリンパマッサージの変化を見ていただきました。リンパマッサージするとやっぱりむくみの取れ方とかスッキリ感、サイズの変化というのがだいぶ違いますねで、今回使ったクリームはこちらディレイヤさんのメソボディクリームを使いました。これは脂肪燃焼だったり、むくみを取ってくれたり、リンパ管の生成を助けてくれるようなクリームになるので、むくみやすい方、セルライト気になる方はとってもおすすめです。で、よく香りが好きでボディ用も使ってるんですけれども、こっちの方が少し伸びがいいので、マッサージ長めにしたいなっていう方はおすすめです。どっちも保湿効果あるので私はどっちも好きですマッサージは一日に長い時間するというよりも毎日ちょっとずつでもした方が変化分かりやすいので、入浴中だったりお風呂上がり保湿も兼ねてだったり、自分の入れやすいタイミングでぜひマッサージを習慣にしてみてください。早速今日からマッサージ頑張ってみようと思った方はぜひ高評価チャンネル登録もお待ちしております。こういうホームケア方法が知りたいというご意見あれば
ぜひコメントもお待ちしております。レアルステイトは全店 Twitter、Instagram もございますので、こちらのフォローもお待ちしております。美容に役立つ情報もどんどん発信していくので、またぜひ覗きに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。